はあ、なんで龍女様は頻繁に逃げ出したりするんでしょう。劣悪な環境での作業手当を申請してもいいですか。君は文句が多いな。苦労が嫌なら軍への移動でも申請したらどうだ。この中から聞こえるみたい。開けてみるから、みんな気をつけて。あれ、開かない？変なの。これも西洋の仕業なの？追いかけてくる人を拒む強い警戒心があるみたい。でも、どこに出没するかは分かったから、これを使ってみよう。この鈴は同心の筆鈴って言って、水淵での災いの後、獣王子が西洋に対抗するために用意した道具なの。西洋は関係ない人たちを元凶の外に追い出して、被害者だけを中に残すんだけど、この鈴を鳴らせば、私たちの思考の波長を西洋と同調させることができる。でも、具体的な原理は私にも説明できないんだ。説明書を読んでたら日が暮れちゃう。つまり、その鈴を鳴らせば西洋は私たちを仲間だと思って、奴が作り上げた元凶に入れるようになるってこと？入った後にどうやって
やってトロビを捕まえるかについてはまた考える必要があるけど、私たちの中で一番すごいのはあんただから、あんたが開けてくれる？準備ができたら鈴を鳴らして扉を開けてみんなで突入しよう。扉の向こう、どうしてこんな場所に？ただの西洋の目くらましだと思う。ちょっと、そこにいる西洋、早く白露様を解放しなさい。邪魔な奴らめ、僕たちはここで楽しく遊んでたのに。白露はお前らとなんか帰りたくないってさ。トロビー、こやつらはわしを探しに来たんじゃ。外も暗くなってきておる。そろそろ帰った方が良いのではないか。ヤクロ、大人には見つからないようにしようって約束したじゃんか。絶対に家には帰らないって。お前、まさか約束を破るのか？そうじゃったな。大人は平気で約束を破るが、わしらはそんなことはせん。そうだそうだ、お腹が空いたら食べきれないほどの玉緑串を出してあげる。喉が渇いたら飲みきれないほどの干し芋プルプルを出してあげるよ。今はまだダメ。まずはみんなで一緒に遊ぼう。おい、悪い奴らも聞こえてるか？お前たちも一緒に遊ぶんだからな。白露、僕たち二人で逃げて、この悪い大人たちに捕まらなかったら、美味しい食べ物と飲み物を出してあげる。おお、なら今すぐ逃げねばな。うん、好きなように逃げよう。空が真っ暗になるまで一緒に遊ぼう。こら、逃げないで。僕はもっと外で遊びたいだけなのに。わしは大人の言う通りに暮らさねばならんのじゃ。みな、今は遊んでいる場合ではない。大きくなってから遊べという。じゃが探偵士の大人たちも遊ぶ暇などなさそうではないか。もう追いかけてくるな。ちょっと楽しく遊ぶことも許されぬのか。扉を閉めれば彼女はあっちに逃げるんじゃない。
球様、あの二人足が速すぎるよ。これは山陽の力だと思う。まずは一息ついて、倒れそうだよ。作戦会議しない？こんな風に闇雲に追っても追いつけないと思う。頭を使わないと。スーちゃんみたいな肉体派でも頭を使わずにいられないなんて。これは狩りじゃない。もし玉露様に怪我でもさせたら。待って、いいこと思いついた。逆にしたらどうかな。玉露様を追いかけるんじゃなくて、彼女の方から来てもらうの。ケイちゃん、何わけのわからないこと言ってるの。あの龍女様が自分から来るわけないじゃん。今の鬼ごっこで子供の頃にいた星のことを思い出したの。そこは資源に乏しくて、お肉を食べようと思ったら危険を冒して鉱山の奥に入って、ウキイタチっていう動物を狩らなきゃいけなかった。そのウキイタチってのが飛ぶのは速いわ、警戒心は強いわで、どんなに腕がいい人でも捕まえられなかったんだよね。昔話モードが始まっちゃったね。ちゃちゃ入れないで、最後まで聞いて。ウキイたちの生態は特殊で、ナキトカゲっていう毒を持った生物と共生してるの。ウキイたちは餌を探しに行くとき、ナキトカゲに自分の子供を守らせるんだ。そこで私たちは巣に行って、ナキトカゲを捕まえることにした。ナキトカゲは捕まると鋭い声で鳴いて、ウキイたちに巣に戻って子供を守るよう警告するの。つまり向こうからこっちに飛び込んでくるってわけ。頭がいいとまでは言えないかな。人は生きるためならどんなことだってする。ナキトカゲってね、瞑想と目玉から猛毒を噴射するの。たった一口のお肉のためにたくさんの仲間が命を落とした。それで今の昔話とケイちゃんが思いついたっていう案にどんな関係があるの？もう分かりやすく話したのに。要するに片方捕まえればもう片方も自分から罠にかかってくれるってこと。前に半眼様が蔵月の氷炭っていう西洋を吸い込めるお宝を持ってたの。私が壊しちゃったあれってまだあるかな。氷炭ならあるけど、西洋が近くにいる時にしか使えないよ。フォフォはひょうたんを持ってこの資格で待機して、残りの人たちで白露様を追い込もう。白露様を捕まえたら西洋が現れて罠にかかってくれるってこと？西洋ってそんなに情に熱いの？さあ、でもフエンが言うにはトロビは子供っぽいらしいし、試す価値はあると思うよ。白露様を捕まえられると思う。
大人たちはいつも大人の方が大変だって言ってるけど、おかしいと思わない？だって大人も最初は子供だったわけだよね。なんで昔の自分と今の自分どっちが大変かなんて比べるんだろう。そうじゃそうじゃ、なぜ意味のわからんことばかりわしに聞かせるんじゃ。わしは遊びに行きたいだけなのに。この一矢で十分。槍先に火を、炎のエリを断ち切れ。素晴らしい時をさようなら。
クロ。僕、大人に叱られちゃった。もう一緒に遊べない。トロビ、絶対に大人の元には戻らぬと指切りしたではないか。大人は嘘をつくが、子供はダメじゃと。でも、僕にはどうにもできないんだ。どんなに長く遊んでも、いつか終わりの時間が来る。でも、今日は遊べてすごく楽しかった。また今度遊ぼうね。今度はないよ。フォフォ、お願い。トロビ、次に会えるのはだいぶ先になりそうじゃ。僕たちにはたくさん時間がある。だからビャクロが思ってるほど長くは感じないと思う。しばらくはこの大人たちと一緒にいなきゃいけないみたいだけど。いいかな、ビャクロ様。もう遅いからそろそろ家に帰らないと。少し記憶が曖昧じゃが、変なことをたくさんしたような気がする。落ち込まないで、ビャクロ様。今までのことは自由に遊べた夢だと思えばいい。ビャクロ様は何も悪くないんだから。ジュガ、皆がわしのために走り回ってくれたことは覚えておる。本当にすまぬ。他人に縛られたり管理されたりしたら逃げたくなるのは当たり前だよ。問題があるのは、行動を正そうとしてくる大人や、やるべきことしか考えない人たちの方だと思う。謝罪の言葉を考えておったのに、無視の今の言葉で何を言えばいいかわからなくなったではないか。なんで謝るの？私だってビャクロ様と同じだよ。もうすぐ成人になっちゃうけど、子供の時に裸足で走り回ってた日々が懐かしくてたまらない。お兄ちゃんに叱られて、ああしろこうしろ、もう少し大人になれって言われてね。それで反抗して逃げ出したの。家族から離れても元気に過ごせることを証明したくて。だから私は泉州にいる。龍女様でも私みたいな普通の人間でも同じような経験をしてるんだね。いつの日かきっと白露様も今の日常から離れて新しい生活を始めるための力が身につくから。だから今は目の前の楽しさを大切にして、目先の問題に悩まされて謝ったりしないことをおすすめするよ。ムシ、なかなか人を元気づけるのがうまいな。探偵師の遺憾で心理医師をしてみる気はないか。この子、本当に家でなんかするタイプなの？実際に話してみると皮肉っぽいというか、すごく大人びてる気がするんだけど。ところで、立ち話しない方がいい気がする。ここは薄暗くて気味が悪いから、場所を変えて話してもいい？正直に言うと、トロビって私の印象にある他の西洋ほど危険じゃなかったんだよね。うん、今回はたくさん走り回ったけど、
命が危険にさらされるほどじゃなかった。でもあともう少し走ってたら労災を申し込むことになってたかも。西洋に善悪の概念はなくて、ただ自分の欲望と感情に従って動いてるの。他の作用を捕まえる時もこのくらい楽だったらいいんだけど。わしも苦労して探してくれた医師の二人に自首せねばな。待って、ん？他にも何かあるのか。私たちもっとたくさんのフォロワーから西洋の情報を提供してもらえるように、この怪異事件の調査報告をネットにアップしないといけなくて。なるほど、龍女が西洋に取り憑かれたと触れ回るのは良くないから、わしの名前を隠して大げさな題名をつけねばならんのだな。そう、この出来事を怪異事件として印象付けたいんだ。大げさであればあるほどいい。それでこの怪異事件は私たちによって無事に解決したって宣伝するの。写真や動画をつければきっとみんなに注目されて、いろんな情報をゲットできる。それは構わんが、どんな題名をつければよいかの。ね、前にあんたが一緒に作ったっていう講談を紫苑先生のとこで聞いたことがあるんだけど、その時あんたはでっち上げるのが得意なんだなって思ったんだよね。みんなで知恵を出し合わないと。ほら早く考えて。わかった、よーく話し合おう。二人を待たせないように早く帰ってあげて。あの人たちも苦労してるみたいだからさ。うむ、今回は世話になったな。わしは先に行くとする。やっと西洋の事件を一つ解決できたね。西洋を捕まえるのがこんなに大変だったなんて。まだ終わりじゃない。カンア様の言いつけ通り、一旦西洋を捕まえたらすぐに水苑に戻って速慶大蛇人の妖魔沈めの塔に閉じ込めないと。
やっとゆっくり休める。でも外をうろついてる西洋はまだいっぱいいる。そんなに長くは休めないと思う。賛成。今はとにかく休もう。西洋を捕まえるのは私の心肺機能が回復してからにして。
Thank you.